京都に続いて次は江戸ということですけれども、これはまた大きな絵図なんですけれども、はい、どういった目的で作られたものなんでしょうか。はい、これまずですね、これは江戸の長官図ですね。長官図っていうのは、うん、斜め上空から町を見下ろしたような、うん、鳥の峰みたいなですね、うん、地図っていうのを長官図と言いますけれども、これは江戸の長官図で、私の方に、だから向かって、左側に行くと品川があります。でずっとで真ん中が江戸城になります。で、手前にかかっているのがこれは隅田川がかかっています。で、それで一番端っこにですね、右側に行くと、それは浅草寺ですね。それずっとその、まあ、上に行くと文字があって、ずっと右上の方に行くと飛鳥山というですね、桜の名所で、そういったようなところが描かれています。で、ここには富士山が描かれていますけれども、まずそういうすごく巨大な長官図ですね。だからこれは一人で見るというよりも、大きな広間に広げてみんなで見るようなイメージで想像してもらったらいいと思うんですが、実はこれいろいろ調べていくうちにですね、今からちょうど200年ぐらい前に熊本藩の細川家というのがありますけども、はい、熊本藩が、まあ、オーダーしたというか、はい、作らせた地図だということが分かってきました。はいはい、で、おそらくですけども、まあ、当時広島藩も福山藩もそうですが、各藩は江戸に詰めて江戸で単身赴任をしている、はいはい、そういう藩士もたくさんいて、はい、初めて参勤交代があるからですね。そうですね、はい、そうですね。で参勤交代で、江戸に詰めてきて、はい、で1年とか2年とかですね、単身赴任するわけですけども、うん、そこでもお役目があります。でそういった時に例えばどこそこの何とかの殿様のところに使いに行ってほしいとか、うん、例えば休日は少しあそこの名所にあそこに行ったらどうだとか、そういったこともきっとあったと思うんですけども、ただ来た時に大きなこの江戸の町っていうのはですね、なかなか分かりにくいと思うんですね。そういった時にこれを広げてですね、今の我々のお屋敷はここにあると、で江戸城はここだと、であとは例えば歌舞伎の芝居小屋はここにあるとかですね、上野の寛永寺はここにあるとか、何とか様の例えば水戸様の徳川の水戸家のお屋敷はここにあるとか、はい、紀州徳川家はここにあるとか、はい、そういったようなことがここに書いてあるんですね、うん、だから全部を書いてあるわけじゃなくて、いくつかやっぱり選んで書いてますので、はい、やはりそれはそこまでは調べきれてはないですけれども、おそらくその、熊本藩細川家に関係する人たちが、はい、お屋敷がですね、はい、書かれているということだと思います、はい、こういった事例は非常に珍しくて、はい、例えば広島藩でこういうのを作ってたということは分かってないですし、はい、今は本当熊本藩だけではないですかね、はい、非常に珍しい地図ですね、はい、これも去年、寄贈を受けた時に、はい、追加で、はい、寄贈していただくものの一つです、うん、今回の本当に大きな注目度の高い、はい、作品の一つですね。なるほど。その出張に行った時に、出張の用務に役立てる情報ってあるとともに、はい、まあ、今でも我々ありますけども、出張に行ったついでにちょっと楽しみで入ったとこ寄ってこようとか、そういったことにも利用された絵図だということなんですね。そうだと思いますね。一人で持って使うというものじゃないと思います、はい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 、詳しいところはまた細かい地図を見て、はい、お使いに行ったりするんだと思うんですが、はいはい、これよく見るとですね、崩し字があんまり崩されてないので、はい、例えば増上寺とか今でもあります、はい、芝の増上寺、はい、それから、四十七士が葬られてるってことで有名なの、はい、仙岳寺っていうのが芝にあります、はいはいはい、で、桜で有名な御殿山とかですね、はい、ありますし、我々が読んでも普通に漢字とかカタカナで読める字がたくさん並んでますので、はい、これを見ていくとですね、すごく楽しいですね、はいはいはい、そうですね、見ていて飽きることじゃない非常に楽しい資料ですね、はい、こちらは色鮮やかな浮世絵が並んでますね。はい、今回ですね、展示会の見どころの一つ、と言ってもいいと思いますけども、はい、これは森谷さんの
コレクションの中でも、はい、浮世絵のコレクションを一堂に集めたものです、はい、で、浮世絵といいましても収集のテーマはやっぱり江戸の名所だったようで、はいはい、江戸の名所を描いた歌川広重のですね浮世絵がたくさん並んでいます、うん、で、こういった浮世絵は購買層といいますかですね、うん、買った人たちは江戸の人たちよりもむしろ地方から江戸に出てきた人たち、うん、先ほどの単身赴任の藩士もそうですけども、うん、そういった人たちが買い求めて、地元に持って帰った、うん、でそうすると地元でですね地方で、こういった江戸のイメージが広がるんですね、うん、この資料の中には例えば年末の浅草の人がたくさん押しかけている市場の様子、うん、それから潮干狩りをしているですね、うん、そういう様子、うん、それから一方で、霞ヶ関、今でも観光庁のビル建ってます、うん、霞ヶ関、当時は広島藩とか 福岡藩とかっていう、うん、その日本を代表する大きな大名の屋敷があったところなんですけども、はい、そういった絵もですね持ち帰られて、あ、こんなにすごい建物が江戸にはあるんだと、うん、そういったようなことを人々がイメージするような、うん、そういうことを手助けするし、うん、さらに江戸に行ってみたいというですね、思いをさらにかきたてるような、あ、そういったような役割も果たしたんだと思いますね。あ、なるほど。当時の、まあ、大都市であった江戸のイメージを地方にこう広げていたということなんですね。そうですね、はい。こちらは隅田川両岸一覧図ということで、はい、まあ、印象的なこのアーチ型の橋が描かれていますけれども、これはどういった資料なんでしょうか。はい、この隅田川両岸一覧図というのは、1770年代に作られた、2巻からなる巻物なんですけども、うん、はい、これは刷り物で色は後で、筆で塗ってるんですけども、うん、これ印刷物なんです、うん。で、特色はですね、まず鈴木先生の方にありますのが上巻一巻目になりますけども、河口からですね、隅田川の河口からずっと川を上りながら、東側の岸をずっと眺めてるっていう、そういう景色を捉えて書き物にしている。江戸のですから郊外の方に、ね、そうですね、郊外の方ですね、遠くに行けば千葉県にあたるような、はい、そういう方向ですね。で、それで、一方ですね、私の方にあるのが下巻、はい、2巻目ですけども、はい、こちらは今度は川上の方からずっと川下りをしながら江戸の町の方向ですね、はい、西の岸の方をずっと見ているという図になってます。で、すごく面白いのは、はい、独特の構図なんですね、はいはい、例えばこれは両国橋ですけども、はい、すごくその人でにぎわって、で例えばその中で物を売ってる人とか、うん、中には植木をですね担いでる人とか、あ、本当にいろんな人々がごった返してるっていうですね。そうですね、はい、船に乗ってこのにぎわう橋の下をくぐってるような、そういった臨場感。ね、そうですね、本当独特の構図で面白いのと、もう一つはですね、これずっと見てると季節の移り変わりがあるんです。なるほど。で特に今こっちで、開いているところっていうのは雨が降ってるのが右側にあって、これ梅雨なんですね。で梅雨が明けて橋を越えたら、そこは花火がありますので、これは隅田川の花火、今でもありますけども、はい、そういった場面が描かれています。でさらにずっと先に行くと、これは秋、うん、で、冬というふうに移っていって、はいはいはい、でこの手前にはやっぱ春があるんですね、はいはい、でそういうのはやっぱりぜひ注目していただきたいんですが、はい、ただ一部しか開けないので、はいはい、そこは皆さんに、一通り最初から最後まで見ていただきたいと思って、今回は動画も用意していますので、はい、それは次でご紹介させてください。はい、ありがとうございます。こちらは今見た隅田川両岸一覧図を、ずっと内容を見ることができる、そういった動画ですね。そうですね、これは上巻と下巻で、上巻の方はですね、江戸の郊外を見ている方ですけども、東側は、
ちょっと短くて、作品自体が短くてですね、で、江戸の町を見てる方は作品自体が長いので、上巻の方は4分、はい、で、下巻の方は6分で全体が見れるようにということで、はい、まあ、皆さんに、ね、少し船に乗った乗船の気持ちをですね、感じていただきながら見ていただければなということでやっています。で、はい、例えば今桜が見えるね、はい、これ、はい、あの春だなっていうのが分かります、はい、でこれも季節の移り変わりもどんどん見えていると思います、はいはいはい、最後にそれぞれ有名な山が出てきますので、はいはい、それもちょっと楽しみに見ていただければなというふうに思いますね。はい、わかりました。旅行者になってこう隅田川で船遊びをしている、そんな気分にしたいことができますね。はい、そうですね、はい。